低いから。映ってんのかな。電池ないんだよ。皆さんこんにちは、オトラットつくばです。今回はですね、ツーリングのシーンで、この図が最後の最後まで続きます。R18 の OHV のビッグボクサーのサウンドを、最後までちょっと楽しんでください。タイトルにあるように R18 のシリーズを集めまして、箱根方面にちょっとツーリングにということで、1泊2日の工程だったんですけど、これすいません、ちょっとお客様全くちょっと募集してなくて、クローズドのツーリングだったんですけど、ディーラーのマネージャークラス他の BMW モトラートの関係者をちょっと合わせて、ちょっと顔合わせというか、いつも知ってる方々もいらっしゃるのは当然なんですけど、より親睦を深めるというのもちょっと目的としては一つあったと思うんですけど、R18 の良さは皆さんにお伝えしようという感じのツーリングです。で、公式の、おそらく動画は、今後おそらく BMW モトラットジャパンの方でこれ、作られると思います。かなりちょっとクオリティの高いものが、大変恐縮なこちら GoPro の撮影だけなんで、もう本当に個人的な近いものなんですけどね。はい。当日は天気もよく、もう最高のツーリングということになったんですけど、風はちょっと冷たかったようですね。はい。どちらかというとこうウェアとかファッション気にしたりして、ちょっと薄着っぽい方々もちょっといたようなんですけど、それでも楽しめたという感じでしょうかね。ちょうど今これ箱根のターンパイクですよね。はい。乗ってるのはこれマネージャーなんですけどね、本当にバッテリー3、4本渡しといたんで全部取ってもらいたかったんですけどね。水中感動とか、初めのちょっと海老名のあたりとかちょっと見たかったんですけど、はい。一番初めのちょっとボート部分には、東京方面のちょっと N 店長の映像もちょっと出てましたけど、ちょっとご了解取ってますんでね、ぜひよろしくお願いします。はい。BMW モトラットがこう創業以来100年経って、1世紀ですよね、経って、このようにこう一度に関してツーリングできるっていうのは、企業にとってもすごいことだと思いますし、はい、本当にもう素晴らしいの一言です。今回って、R18 のこうシリーズ、そのほぼ全ラインナップがあって、途中なんか乗り換えとか、してたのかな。ずっとは自分 の, 持ってきたバイクだけだったんじゃなくて、ちょっと入れ替えて、例えば R18 クラシックとかを乗ったりとか、どうやらしてたようなんですけど、それぞれこうハンドリング感の違いっていうのがやっぱりあって、特に R18C はマネージャー非常に良かったって言ってましたね。フロントタイヤ確か16インチのタイヤなんで、本当スーパースポーツみたいな感じのこうハンドリングだったという感じですね。R18 の他のオリジナルの R18 と R18B、R18 プラスコンセントはフロントタイヤがちょっと大きいですしね、フロント部分の三つ股っていった位置関係もオリジナルのものと B とトランスコンチネンタルはちょっと違いますのでね、やはりそういった点がやっぱり各社特性があって、もろくて再認識したという感じでしょうかね。ワインディング走る機会って、ツーリング中ではあると思うんですけど、こうやって改めてこう乗ってみると、一度に返して乗るとやっぱりそれぞれ旗から見てても非常に
分かりやすいですしね、今本当お客様を集めて本当にまとまった感じでツーリングできたらすごく楽しいと思うんですよね。はい、これ大観山ですね、はい、大観山はちょっと駐車場が傾斜しているところもちょっとありますんでねちょっと止める場所気をつけないといけないですね。なるべく平たいところちょっと選んで止めないと危ないですからね、はい、ということでこれお昼ぐらいだったみたいですね。この後ここでお昼食べたって言ってましたんでね、インスタうちのインスタの方に店長が食べたものをちょっと載せてますんで、はい、箱根伊豆はもうね関東の一番もう有名観光地でツーリングスポットですからね、もう箱根こと書かない場所でありますしね、走るところも、まあ、この箱根スカイラインもありますし箱根新道もあるし、まあ、伊豆のターンパイクもありますしね、もうまさにいいですよね。はい、実際これ映像ちょっと逆になっちゃいましたねここから本当にスタートだったんですけどねターンパイクの料金所を過ぎたらちょっと上り調子でこう左に曲がっていくって感じですかね。で中古速コーナーがこう続く感じですね、はいThank you.
はい、ここまでご覧いただきまして誠にありがとうございます。ずーっと同じ絵でここまでちょっと来てしまいましたが、はい、おそらく本編のそのものはモートラットジャパンの方でやってもらえると思いますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。